全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。8番ダイナマイトをかゆすっと前につけました。5番シナノのドリーマー先頭に入れ替わります。その後は1番すごいすごい強い、これを見るように外側、13番ミサトウボウカン、そのうち6番 YS ジャパン、うち抑えて4番キドシーファラオ、3コーナーに差し掛かろうとしています。外から7番オーシアンフェリー、12番運営管理者。 600m の通過タイムは34秒4、うち抑えて10番サテンデレート、外から上がるのはエアロースカル、外から11番メンチカツソダシ。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭シナノのドリーマー、その後 YS ジャパン、ミサトウモムタン勢いよく追い上げる。ミサトウモムタンわずかに先頭か。 200m を通過した。依然として先頭は YS ジャパン、 YS ジャパンさらに差を広げにかかる。レールマン差し切って合理、勝ったのはレールマン、鞍上は戸崎啓太騎手。勝ちタイムは1分18秒9。レールマンブリーダーズカップを見事勝利しました。2着 YS ジャパン、3着には